おじいちゃん。ディズニーランドに行きます。ありがとうした。かわいい。現在、ディズニーランド・ディズニーシーでは、ファストパスの発券を休止しています。今は、スタンバイパスというものになります。スタンバイパスとは、簡単に言うと、人気アトラクションの予約ができるシステムのこと。事前にスタンバイパスを取得しておくと、以前ほど長く待つことなく、人気アトラクションに乗ることができるので、とっても楽ちんです。そのスタンバイパスを利用して、朝一に大人気のアトラクション、美女と野獣に乗ることができました。大人気なので、10時にはスタンバイパス発券が終了になることがあるようです。どう？どうした？やりたい。楽しかったね。いた。あ、いた。ナイス。あ、いた。おめでとう。おめでとう。祝您一路顺风。さあ、何乗るんですか？スモールワールで、カメラ見て、カメラ見て、アイポーズ。からアラジンに会いに行くよ。いいですか？いろんなキャラクターに会いに行きます。バーイ。食べてみてください。ディズニーで食べるポップコーンです。感想一言お願いします。甘い。このポップコーンとかのスライムをポテポテ、この白いとこ食べますか？あ、僕？白い。あ、僕に？あ、はい、白いとこだけですよ。はい。なんで白いのしかくれないんだろう。もしかしてゆいくん、大量いとこも言いますか？ありがとうございます。ゆいくん、ちゃんと座って。ゆいくん、パパ気づいちゃった。ゆいくん、なんですか？ゆいくん、座って、ちゃんと。ちょっとパパにあげてるの。パパ気づいちゃった。こっちかっこいい。ゆいくんさ、ポップコーンさ、茶色い味ついてるやつばっか食べてるよね。ね、茶色いやつばっか選んでるよね、さっきからね。選んでますよね。茶色いやつばっかり選んでますよね。くじ引きしよった。ね、見ないで。茶色いやつばっか選んでるの認めてください。茶色いところ、茶色いとこばっか見、茶色いとこばっか食べてたの認めてください。絶対そうですよね。これ、これですよ、今。絶対食べてましたよね。茶色いやつじゃないですよ、白いやつです。急に言われたから白いやつ取り出しましたよね。絶対そうですよね。
パパ見てましたからずっと笑ってるなんでしょう、ミッキーのショー、うん、ちゃんピカピカのやつ見せて、バズ、バズイートイヤー、バズイートイヤー、テンション高いね今日ね、寝ないでね今日はね、この先は危険でいっぱいだ、第一位E.L. treasure indeed. Is that not true, my chromatic winged beast?朝からずっと休憩なしだったので4歳にはハードだったのかもしれません。彼はここで30分間のお昼寝パワーチャージをしました。味を食べてますけど、どうですか、チェップ君。ママ、ママ、見せないでくださいね、この写真をね。そうですね。どっちが美味しいですか、普通の味とキャラメル味。どっちも美味しい。好きなの、好きなのポップコーン。食べ過ぎじゃないですか。パパ、カスね。パパ、カスなんですか？僕もカスじゃないの食べたいんですけど。口は美味しい。はい。あ、ありがとうございます。カスありがとうございます。すいません。僕にもカスじゃないの食べたいんですけど。はい、どうぞ。ありがとうございます。カスじゃないやつ。けどちっちゃいですね。そうです。あと全部はダメですよこれ、はい。それくださいよ一個大きいやつ。なんでですか。全然食べさせてくれてないじゃない。ありがとうございます。ちっちゃいですね随分。ダメです。随分ちっちゃいですね。もう終わりですよ。もう終わり？もう終わりです。僕カスト今のしか食べてないんですよ。
やあみんな、今日は新しい仲間を紹介するぜ。仲間がいつもそばに、これこそ人生最高の喜び。バズだバズバズ、ちょっとカッコつけすぎだぜ。花火どう？さあ、入ります。フライトデッキへ直ちに発進せよ。無限の体。さあ、行くぞ！